はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。1時をちょいと回りました。3月は29日のフライデーでございまして、なんかね雨で これから晴れるらしいですけどね、朝から晴れろよと思いますけど、行きましょうか本題。ハンギョレに昨日かな28日に出ましたですね、韓国五大病院の教授らの辞表提出に突き進んだ政治対立、与党増員規模の再議論ということで、韓国政府2000人増員の決定は変わらず、異教増員撤回が対話の条件、与党代表有力議員規模の再議論を示唆。要は今この増員問題でですね、お医者さん側はですね2000人の規模を議論しようぜって言ってるわけですね。で政府側は最初ですね、そんな2000人の議論、そんな議論ちゃうと、もうそれはもう実行してるんやという立場だったんですけども、どうやらですねこの与党に不利に働き出したんですね。なんでかよう知りませんよ。あの五大病院のですね教授陣がですね、辞表を出したわけですね。受理したらええやんと思うんですけど、そういうわけにもいかないわけであって、最初はねそのこう一般人を置いて何やってんねんお医者さんたちはという感じだったんですけども、だん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 政府が悪いみたいになってきたわけですね。多分その2000人をね1000人とかで妥協したらええやんというふうに国民が思い始めたんでしょうね。で医療サービス受けられへんやん、大変やんみたいな感じですけど、これしかしね、まあ、ちょっと言いましょうか。医学部定員増員で対立している韓国政府と医師団体が対話の接点を見出せずにいる。対話の前提条件として政府は2000人増員を、医師団体は増員の撤回を互いに要求しているためだ。与党内では政府に建設的対話を注文するとともに医学部増員の規模を再議論しようという意見も出てきた。大統領室高官は27日記者団に、現在2000人に対してはすでに医学部大学ごとの定員配分が完了している状況だとし、そのような意味で医療界に前提条件なしにもう一度対話に出てほしいと語ったと。これしかしね、対話に出てほしいって言いますけど、誰か代表してるんですかね。誰と話し合ったらいいというところからさえもうないんちゃいますの。でこれ見てて思うのはね、やっぱしお隣さんの人たちって争い好きですね。この闘争っていうんですけど、自民党の党にですね争うですね、グループに分かれてね、そのお互いにこう争う争うってことで大好きなんです。まあ民族本能でしょうかね。日本はね適当なところでまあまあまあでええやんという妥協するんですけどですね、妥協する気配ないですね、お医者さん側には少なくとも。ほんで医学部の教授たちが辞表を出すって言うてね、そこまでする問題かと思うんですけどね。ほんでお医者さん出てくるの早くったって6年後でしょ、6年7年後でしょええやんそんなんと思うんですけど、それ7年後に最初の2000人が余計にできてですね、でもうあれでしょう、ちょっと増えたなと思うのは10年後ぐらいでしょう。ええんちゃうの別にと僕は思うんですけど、やっぱりね争うことがですねお好きだとしか思えないですね、私から見ると。で国民そっちのけでやってるわけですよね。で医療サービスがですねこう低下するんちゃうかと。おいでね、このね五大病院って書いてあるでしょ、これね向こうではすごいんですよ。なんて言いますかね、4大メガバンクみたいな、3大メガバンクみたいなもんで、向こうではメジャーな病院ってあるんですね。日本の場合そのどこどこ大学で見てもうたとかっていうふうに、まあ、場合もありますけども、どっちかというと、まあ、地域の医者にまず行きますよね。それで別にそこでその紹介してくれた大学病院に行ってみたいなのありますけども、特に病院のブランドって日本はないんですね。それも確かにこの何やったかな、秋葉原の三井がええとかね、聖路加がええとかっていう人いますけども、ふんっていう感じですよね。東大病院やって言うと、そんなん東大やからって手術がうまいとは限りませんからね。でもこれはね向こうではブランドがあるんですよ。でソウルに五大病院ってのがあってね、一般人でも必ずそこに行きたがるんですって。ふーんと思いますよね。でそこで見てもらったって言うたらね自慢できるんですって。いや
か、それかみたいな、まあ、大学の、いや、病院のブランドかと思うんですけど、まあ、日本の感覚ってね、要は名医がいるところがいいけども、名医どうやって探すのということでですね、昔、週刊誌で名医特集とかやってて、実はあれ、裏から金取ってたってバレてですね、最近ないでしょ、なんとかの名医200人とかってありますけど、あれが協力金を取ってたんですよね、裏からお医者さんに。で、協力金を20万か30万か払ったらですね、その名医に乗せてもらえるんですよ。ジャーナルのやることかっていう話ですね、あれね。お医者さんにね、お医者さんとお話する機会もあるんですけど、聞くと別にね、世間が名医と思ってる人が名医とは限らんねんでと。コミュ力のある人が名医になりやすいんですね。で、まあ、外科手術はね、明快にこの腕のいい人、悪い人って分かりますでしょ。で、まあ、周りは知ってるわけですよ。麻酔科医が一番してるらしいですよ。どの先生が上手やっていうのは、それだって、ずっと横で見てんねんもん。だから、麻酔科医に聞いた方がいいって言われましたけど、そんなん言うてね、自分手術するわけちゃいますしね、自分手術するときは聞きますけどね。というだって、その麻酔科医が見てるのはですね、その病院の先生だけでしょ。まあまあ、いろいろありますけど、でも向こうはね、ブランドがやっぱりそう、五大病院ってすごいわけですよ。でそこの先生方がですね、教授陣がですね、辞表を出したっていうのは、やっぱりこれ大事なんですよね。で、こう収まりがつかんという感じになってまして。これね、今日29日でしょ、向こう10日、4月の10日がね、選挙なんですよ。それまでは解決しないかなというふうに思っていたんですけどもですね、この、ちょっと最近この五大病院の先生方がですね、昨日か今日か出してるんですね、辞表。この後、急激にですね、政府側とですね、お医者さん側との話し合いが行われるのかもしれませんけども、かというてですね、なんて言いますか、お医者さん側は誰かを代表に立ってるわけちゃうでしょ。政府からしたところでですね、じゃあ誰と話し合ったらええねんというのはあるでしょうね。その医師団体、医協とかいうのはあるそうですけども、そこのでもね、勝手にまとめたらね、またそんな俺は承知してへんとかっていう人出てきそうでしょ。そんなもんあいつらが勝手にやったことで俺は知らんとかっていう人が、例えば1000人で妥協が成立しましたって言ったら、辞表撤回する人と撤回しない人が出てくるでしょ。きっと。そんなお医者さんってみんなわがままやん。そういうところに、そういうことに関しては。みんな自分が偉いと思ってる人が多いですからね。そうなるともう混乱はですね、その一発では収まらんのちゃうかなという気はしますね。いやとことんやったらいいと思いますけどね、政府は。大体これであれでも最後に困るのは弱い側ですからね、お医者さん側ですから。でなんでまあこれほんでね、これ珍しいことにね、何でもね、政争の具にするですね、向こうで、どうやら野党がですね、お医者さん側に立って、やいのやいのと言うてるような記事はないんですよ。ということは、どっちについてもですね、なんかあんまり得はないなというふうに、向こうの、いやかましい野党が考えてるんでしょうかね。まあ、そうとしか思いませんけども。まあまあね、人の国の話良かったなといつも思います。いや、どうなるんやろうなという感じですけどね。まあ、でもあれですよ、そのさっき言いました、闘争がお好きなね、こう、民族性がね、よく出てますね、ここにね。いや、ほいでもう対決したらですね、とことんまでやるんや、みたいな。ね、とことんまでやってですね、勝ちゃいいんですけど、負けた側はね、この藩を残すんです。彼ら特有の藩。で、これをずーっと持ってるわけですよ。いや、すごいですよ。彼らのエネルギーみたいなもんですからね。はい。どっちが持つのか知りませんけどね、今回は。一応今読みかけました、このハンギョレのですね、アドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。